ヨーロッパフィギュアスケート選手権はヨーロッパ州の選手が出場するフィギュアスケートの国際選手権である。国際スケート連盟加盟のヨーロッパ各国スケート協会に所属する選手で争われる選手権大会であり、この選手権に対応するヨーロッパ以外の他州の選手権はアジアなど世界各州の選手権ではなく4大陸フィギュアスケート選手権である。 ヨーロッパ選手権は世界フィギュアスケート選手権やオリンピック以上に古い歴史と伝統を持つ大会である。歴史に名を刻むには欠かすことのできないタイトルと言われヨーロッパの競合選手たちは上がって出場を目指し王座を争う。ロシアやフランスなどの競合国では仮に国内の選考大会でオリンピックや世界選手権代表の内定を得ていた。 ものであっても、ヨーロッパ選手権で思うような演技ができなかった場合は、内定を取り消すこともあるなど、非常に意識される大会である。ヨーロッパ選手権及び四大陸選手権は、世界選手権及び冬季オリンピックに次ぐ格の大会とされ、大会の格付けは、国際スケート連盟の定めるランキング3必要ポイントなどに反映されている。各国の出場枠は、 前年のヨーロッパフィギュアスケート選手権での順位ポイントによって決定され、ポイントは以下のように定められている。このポイントをもとに、各国のその年の出場枠の数により、以下に示す基準で次の年の出場枠を決定する。なお、出場枠は最大3人までに限られており、前年のヨーロッパフィギュアスケート選手権に参加しなかった場合でも、 各国最低一人の出場枠は確保されている。2019年の結果により2020年に行われるヨーロッパフィギュアスケート選手権で複数の出場枠が与えられる国は以下の通り、ありがとうございます。